野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、クライマックスシリーズセリーグファイナルね。19日の試合、DeNA3 連勝でリーチをかけて挑んだ今日の一戦。なんと、巨人が粘り勝ち。4対1。なんとか勝利で。巨人2勝、アドバンテージ1勝ありますからね。DeNA3 勝ということでね。明日の試合まで持ち越しっていうね。ところで、佐々木こんなね、ネクタイ締めてますけども、先ほどテレビ東京リアライブね、土曜日は22時30分から23時ということで生放送終わって、今帰ってきてましてね、動画で撮りました。土曜日は、佐々木久美さんとね、日向坂の、一緒にやらせていただいてます。はい。まあ、ということでね、DeNA 先発ジャクソンね、日曜日から月、火、水、木、金、中5日か。中5日でね、登板6回3分の1、100球、6安打3三振、1球4失点というところで、まあでも最後まあ、ミスも絡んでね、4失点になったけども、まあストレートも力強かったしね、高めのストレート、低めの変化球、まあ見事なピッチングだったと思います。で、ジャイアン先発、井上春人ね、6回65球、1安打6三振、無四球1失点、クッピッね、まあ立ち上がりからね、まあ多分もういけるとこまでもう出し惜しみすることなく多分全力でいったと思うんだよね。なんストレートがねめちゃくちゃ勢いあったし切れてたね。だから全体的にね、岸田も勝負球にストレート選んだよっていうところもあるし、まあ DeNA 打線がね、ストレートにほぼほぼね差し込まれて詰まるっていうところでね、まあ先頭ね、梶原ストレートをね、レフトフライで続いての牧もね最後ストレートを差し込まれながら、セカンドゴロで、最後、佐野をね、ストレートでしっかり追い込んで、最後変化球ね、引っ掛けさせてファーストゴロとね、まあ見事な立ち上がり。で、2回ね、オースティンにもしっかりインコースストレートでね、センターフライ詰まらして、で、宮崎にもストレートで、ショートフライ。そして、桑原にはね、ツーボールからストレート力勝負でショートフライっていうところで、本当にね、このボール先行しても、ストレートをね、しっかり投げ切って差し込まれたっていうね、ところでは非常にね、初回からストレートがね、特に走ってたかなと。まあ、スピード140平均7ぐらい、ね、7、8っていうところだったけども、多分 DeNA 打線的にはスピードガン以上にね、ストレートの切れ味、伸びっていうのは感じたのかなと。で、その中でね、まあ、岸田の配球も良かった、象徴的だって、あ、これ序盤、やっぱりストレート来てんだなって思ったのが、まあ、4回裏の、ワンアウトからの、牧のね、打席っていうね、ところで、初球をね、アウトコース、外ストランのストレート。これね、コースいいところに決まって、さすがにこれは打てない。で、ストライク。で、2球目アウトコース高めのストレートを、牧が差し込まれ気味に、ファースト側にファール。ね。まあ、これでもね、ストレートがね、いいところ来てると。で、3球目どうするのかなと思ったら、アウトコース、キワキワのストレートね。まあ、牧もよく見逃したしね、このストライクボールどっちかなっていうような素晴らしい球。で、3球目フォークで、ここ本当は真ん中にワンバン投げたかったところだけども、若干アウトコースにね、抜け気味になっちゃって、まあ高さがストライクゾーンだったけど、コース外れて、ボールと。で、これで2ボール、2ストライク。このね、初球からのスライダー、ストレート、ストレート、フォークが全部アウトコースなのよ。で、そう考えたらよ、1打席目も、ね、3ボール、2ストライクからね、最後、インコースのストレートを差し込まれて、セカンドゴロになってるわけよ。で、ここ外、外、外じゃん。ね。そうなったら、バッターのね、牧としては、これ一発インコースストレート来るなって、考えたらね、っていうところを、スライザー膝元に落とすのよ。で、それでね、腰砕けみたいになって空振り三振。このね、配球も良かったね。普通に行けばここね、ストレートまっすぐっていうのはね、だいたい初回からね、まっすぐもね、走ってると、いいとこ来てると、で、外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 、4球続けたと。普通ここでインコースまっすぐが選択肢に来るけども、インコースまっすぐと思わせてスライダーね。で、そこにね、井上もね、またいいところに投げて、で、牧としてはね、このインコースストレートね、差し込まれるわけにはいかない。で、あの腰砕けの空振りが、よりね、多分井上のまっすぐが来てるっていう証拠ね、より前で捉えないと詰まっちゃうっていうところで、かなり前に置いて1位の3でいったと思うんだよ。そしたらね、もうバット止まらずスライダーね、この配球も見事、投げたね、スライダーの、コースも見事。で、やっぱストレートがね、見事にね、立ち上がり良かったっていうところが、まあ象徴してたね、この牧野三振。まあ立ち上がり本当にね、井上も良かったっていうね。まあジャクソンもね、本当に高めのストレート、低めの変化球、立ち上がりからね、完璧に抑え抜いて、またこれもロースカーの展開かなっていう中でのね、前半戦でしたね。でね、ジャイアンツが迎えたね、この4回表、先頭ね、門脇フォアボール。これね、よくね、見極めて、
ね、ツーストライク追い込まれてから、そこからねしっかり見極めてフォアボール、このフォアボール大きかったね。でその後丸がね、センター前ヒット、ここでワンボールね、ワンストライクからこれランエンドねヒットの形になるんだけども、まあ多分これランエンドヒットだと思うんだよね。これもしあのエンドランだったらセンターラインさすがに外すと思うんだよね。まあこれランエンドヒットの形になってね、で、丸が打って、これね俺打った瞬間見てて、あダブルプレーかもって思ったの。走ったけど森も走ったからね、二遊間動いたわけだからね、あれはね球際ね取れなくても止めなきゃいけないよね。で万が一うまく取れたらねアウトにできてたから、あの球際ね完全にセンター前ヒットじゃなかったからね、盗塁したことによって動いたからね、あの球際もねミスじゃないけど、あの球際ができるかできないかがやっぱ短期決戦のこの瀬戸際なんだよね。あの、マキのね、ファインプレイっていうのもある、玉際だからね。あの、玉際ができるかどうか、それ森がね、仕留めきれず、で、ランナー一三塁になってね。で、岡本と。まあ、ここ最低1点欲しいよね、と。連打で繋がったら最高やな、っていうところで、まあ、初球ね、打ちに行くけども、ファール、これ仕留めきれず。で、2球目、チェンジアップがインコース、新間右に入ってきて見逃して、ね。もう、こっからよ。ね、追い込まれて、もう、岡本の打席には、もう4番とかのもうね、気持ちも全くない。絶対1点取らなきゃいけないから、内野ゴロでもダブルプレーでも何でもいいから行って、まあ内野手はね、後ろに下がってダブルプレーだったからね。で、ワンボールツーストライクからもうアウトコースの球、当てに行ってだからね。当てに行ってセカンドゴロを4-6-3で1点、やっと取ったって感じだからね。まあ泥臭くね、まあ必死さだよね。で、これシーズンだったらね、あなたは振ってないと思うんだよね。正直。あんなクソボール。でももう、当てに行ってるからね。もう、必死で。もう自分がダブルプレーになっても、三振、だから三振だけが一番ダメだからね。三振だけは絶対しない。ね、内野フライとか三振だけは絶対しない。もう、なんとかこれはもう、必死。もう9番バッターのような感じで、セカンドゴロ打って、これもう必死やな、みたいなね。泥臭くっていうね。ところでは、なんとかもう祈った言ってんだけど、このビッグチャンスで4番岡本で、ダブルプレーの1点のみか。なんか勝ちに行く感じまだ流れせんなと思いながら見てる中で、5回の裏もね、坂本から中山、そして岸田とね、三者凡退に落として、なんかもうこのまま井上も確かにいいけど、このまま1対0で勝たなきゃいけないんか、苦しい試合展開やなっていうところで、6回ワンアウトから戸柱2ボールからもうストレート1位の3でいったんだろうね、ライトスタンドへ弾丸ライナーでホームラン、グパティ同点。これ打たれた瞬間、これジャイアンツ負けたなって言って、これずっと一緒の展開。しかもこのシリーズね、ファーストからも戸柱キーポイントだね。いいところで打つね、阪神戦も5打点かな、4打点5打点がねして、ほんでここでもホームラン、これ戸柱、オースティン、上位のオースティン、下位の戸柱、これがキーポイントやなと思って、このホームラン打った瞬間、いやこれもう DeNA 勝つんちゃうか、巨人流れないよ、あの必死こいて1点取ったのに一発で同点なるんやと思って、いや流れ悪いなって言ったところで、6回の裏ね、2アウトから片脇センター前、丸ライト前で2アウト1、3塁、これまた岡本、いやこれで打ったらジャイアンツ勝ちやと。そしたらね、ストレート差し込まれてライトファールフライ、ジエンド、これスーパー流れ悪い。しかも7回の表マキからまたオースティン来る、これでパーン一発いかれる流れちゃうかと、もうこれジャイアンツスイープで負けたなっていうね、中でね、ピッチャー井上から船場様に変えて、これもね、多分ベンチとしてはもうこのね、ベンチとしても俺と一緒の多分考えや、こんな7回表キーポイントや、牧から始まる、こっちはもう点になったからか取れへん、同点に追いつかれた、ちょっとおせおせムードに DeNA がなってるファンも含めて、ね、しかも牧から始まる高田純、これも勝負ポイントやと、もう船場様で行こうとなった時に、まさかの先頭牧がセンター前、これ流れ悪いぞと、ね、いややばいと、これもう佐野がつながっていったらもう失点して終わりやぞっていう中でね、3ボール2ストライクからなんとかねレフトフライに仕留めて、危なかったね、カウントとかもフォアボールになってもおかしくなかったからね、もうなんとかレフトフライでよしと、まあでも一難去ってもまた一難、次オースティンやとね、オースティン宮崎やってなったところで阿部監督出てきて、俺出てきた、これピッチャー交代かと思ったらケーラー、これがね、この日の一番のキーポイント。この7回表。ね。まあ、DeNA としてはやっぱここでね、この打順でやっぱ点取りたかった。ね。その中で船場様。ね。ベンチ、ジャイアンツベンチとしたら、1イニングしっかり船場様で抑えて、ね、なんとか逆転勝ちにね、行きたかったところ。それがちょっとバタバタしてると。で、オースティンやと。
ね、本当は船場さんまで行きたいと。でももうケラー交代やと、ね、なったとこで、このケラーがね、オースティンを見事に三振だけど、この三振のね、配球もめっちゃ良かった。ね、初球ストレートボールになって、ね、で、二球目、ストレートがファール。若干危ない。この高め。もうこのシリーズ、あの高めを全部ホームラン持っていかれてるからね。菅野もグリフィンもね。だから高めだけ危ないのよ、打たれてるの。その高めに二球目行って、危ないと思ったら、ね、なんとかファール。ね、球の力があったかなと。で、三球目、インローにストライク。ね。で、次、スプリット低めボールってなった時に、このスプリット、1ミリも動かへんかって。もう、球種分かってますよ、バリに。これで思った。もう、流れ的に。オースティン、高めしか見てないと。低め、多分もう目付けしてない。その前のインコースの、低めのストレートも、全くピクリとも動かなかった。で、昨日からそうだ、全部高め振ってんね。だから、この打席も、高めだけ目付けしてると。低め振らされないように、低め振らへんと。こう完全に低め行っても、このスプリットを見逃した時に。で、俺次考えたのが、ツーボール、ツーストライク。もう行くとしたら、もう一回あの3球目のインコース低めのストレート、ツーシーム系。見えてないから、多分見逃し三振するか、詰まる。ね。それか、カーブ、高めの、高めからの。カーブ投げたら、高めに来るから、高めと思って振る可能性あるから、高めにもし目付けしてたら。だから、どっちかやなと思ったの。行くとしたら。で、どっちかなと思ったら、カーブや。ね。高めから低めボール球に。でも、オースティンは高めに目付けしてるから、来たと思っただろうね、高め。で、振りに行ったら、そっから落ちてね。ボール球だったっていうところの、やっぱね、高めに目付けしてるところで、高めから落としたっていうね。まあ高めに目付けしてるところで低めに投げるっていうのも手なんだけど、高めに目付けしてるところで、その高めからカーブで落として振らせるっていうね、この配球もね、見事だったね。牧の時と同様にね、このカーブの選択、あとケラーがしっかり、あれ低めから投げたら振ってないんだよ。高めにちゃんと浮かしてからスピン利かして落としたっていう、このね、投球術も良かったね。で、多分あれを振るってことはやっぱ高めに目付けしてるから、明日からもうオースティン、高めだけはやっぱ低めだけで言った方がいいよ。高め目付けしてると思う。また明日もね、ちょっと対応見なきゃいけないけどね。で、宮崎にはね、ストレート3球、最後ね、インコースストレート、ね、空振り三振っていうところで0点。これで一気に流れ来たね。ジャイアンツはね。いや、この7回表、本当は船場さんまで行かなきゃいけなかったところを、途中でケラーに変えたベンチワークも見事だし、そのね、ケラーがしっかり投げたのも素晴らしいし、オースティンに対するあの配球も良かった。ね。で、7回ね、裏に、ね、ワンアウトから、ね、まあヘルナンデス、ね、このヘルナンデスも、本当は日本シリーズに復帰さすと思ってたと思うんだよね。それがもう、あとなくなったから、まあ、宮崎フェニックスリーグに出てたと。まあ、ヒットも打ってたと。ね。もう緊急招集やと。もう、あとないぞと。っていうところで、まあ、急遽上げてきたと思うんだよね。まあ、本当は日本シリーズ用だったと思うんだけどね。まあ、ね、ヘルナンデス、まあ、今日1本出なかったけど、まあ、いい感じでも打ってるからね。まあ、明日以降は来た。ね。で、ワンアウトになって、坂本がね、レフト前ヒット。ね。で、この中山、ね、もう代打ね、切り札や、って言ったところで、やっぱセカンド吉川いないから、なかなか生まれへんと。まあ、その中でね、今日スタメンで出て、中山がライト前ヒット、ここで決死の坂本が三塁へ走塁。くそ俺。しかもヘッドスライディング。必死さ出たで。まあ、ああいうところがね、チームがグワーなんのよ。東京ドームも含めてね。そういうね、必死さ出してね。まあ、ヘッドスライディングね、足からでもいいじゃんと思うけど、ああいうヘッドスライディングがね、グワー勢いに乗ってね、もう、ボルテージ上がったんちゃうかっていうね。中で、しかもその中山もね、ライト前ナイスヒットだしね、坂本もよく走ったと。で、ワンアウト一三塁岸田や。ね。これも絶対なんかあるんだって。もう全員が思ったと思う。この視聴者の皆さんも。普通に打たせることはないやろと。その中で一塁走者は中山から書いて増田、ダイソー。ね。え、増田、ここダイソーなんや。でもこれ増田走ったあかんでと思って、盗塁。これ盗塁したら、オースティンがファーストベースから離れると。そうなったらセーフティースクイズはほぼできなくなっちゃうと。ファーストベースについてるからセーフティースクイズ成功するからね。これね、マスダ、ダイソーやけど絶対走ったら全部わかんなくなんでっていうところで、どうすんのかな、でもいつかはなんかの作戦あるやろうと思ったら、初球セーフティースクイズや。ね。岸田もちょっと構えるの早かったけどね。でも見事にね、うまくね、ふわっ、ちょっとバックスピンかかってね、うまくふわってね、打球が死んで、まあ、その分ね、オースティンも突っ込んできたけども対応できず、ね。まあ、ジャクソン取ったけど、まあ、そこがね、逆ターンになるっていうところで、坂本がヘッドスライディング、ホームインで勝ち越し、ね。これランナー残ってね。だからまあ、
最悪 DeNA はあれ一つ取っときゃよかったのよ、焦らないで。だってリーチかかってから負けてもいいじゃん。だからもう傷口を深くしないように、あれファースト一つでよかったよね。そしたらツーアウト二塁になってたからね。あそこを無理やりできなくてホームに適当に投げちゃうと、まあね、傷深くなるからね。でもその傷深くなっちゃうのよ。で、このツーアウト一塁からこうピッチャー中川に変えるのよ。このね、変えたことによって増田の盗塁を生んだね。やっぱこのね、合間ができる、その間で何かのサイン交換とか何かの指示があった可能性も十分ある。しかもアンダースロー、多分これ研究もしっかりできてたと思うんだけど、一回セカンド見てホーム見た瞬間に多分二回見いひんとかあったかもしれない。もうその時点で大リードめちゃくちゃ出たからね。で、それで一発で盗塁成功、増田グッド盗塁ね、これかとね。中山ライトがセカンドまで行って増田に代走したら盗塁あるかもしんないっていう、ちょっと相手に危機感とか意識させるね。でもファーストから入れたらそのままだからちょっと薄れるよね。それはが、これが種かなって正直思ったとこもあったんだよね。そこまで読んでた可能性もあるで、そしたら深いね、かなり深いっていうね。で、この時にね、岸田もちゃんとついてセカンドで走ったのが良かったね。二三塁ね。だからこれ、岸田も走ったっていうのが多分だけど、もう増田が走ることがこのピッチャー中川に変わった時点でファーストコーチャーからか何かしら岸田にも必ず伝わってたと思うの。だからこの中川に変わったのタイムね、時間が空いたのがこのねダブルスチールを完璧にね成功させた、隙をついたって言ってもいいよね。まあでも変えて、だから牽制とか入れてこなきゃいけなかったよね、 DeNA 的にはね。もしくは逆ターンの牽制してみたりね、ちょっとすんなり行き過ぎたかなっていうね。うん。で、ランナー二三塁になって、ここで長野がね、インコースを振りに行って、どん詰まりになってファーストゴロだったけども、ファーストオーティンスティンが合わせてホームへね、握り損ねて、またホームへ悪送球、で2点入って、3点目4対1っていうね。だからまあ、ここも最悪ファーストでよかったよね。だからまあ、無駄に2点取られてるよね、DeNA もね。だからここまで守備でね、牧のプレーとか、守備で防いできたけども、ここに来てね、ちょっとボールが出たから、もう一回ね、このグッズ締め直していかなきゃいけないね。このままバタバタっていかないようにね。で、まあこのまま4対1のね、流れで、まあ DeNA は3本しかね、ヒット打ってないっていうところで、8回もね、先頭桑原がヒット入れたけども、まあしっかりその後抑えてね、で、9回にもね、ワンアウトから、牧フォアボール、佐野デッドボールと大勢がやらかしてね、まさかのオースティン宮崎でどっちかがスリーラン打つんちゃうかと思ったけど、まあそこはね、連続三振で打ち切れず、まあなんとか踏ん張ったかなと。まあこれでジャイアンツね。まあだからまあなんとかだね。岡本の必死とかね、相手のミスに準じてとか、まあやっとね、形になったんで、まあやっと一回勝ったからね、これで楽になって、明日どこまで望めるからね。まあ DeNA としてはまあまだね、リーチかかってて、一回負けただからね、もう一回しっかりね、して、まあ明日浜口ね、どういうピッチングになるのか。明日巨人はね、中詰めて戸郷来るかなと思ったけども、まあ山崎よりね、まあちょっと終盤バタバタしてるからね、最終戦では勝ったけどね、ちょっとバタついてるから、もう全力でいって5回で交代でもいいぐらいちゃう。それぐらいどこまでいけるのか。で、明日勝てば戸郷ね、バトンタッチいけるからね、まあ、DeNA は明日決めたいよね。その中では、まあ、3回までね、またロースコアの展開になるかな、こういうように。だからやっぱりミスすることなくね、やっぱり DeNA はここまで、ね、ミスしないことによって勝ち切ってきたからね。今日はちょっとミスが出ちゃったっていうところで、まあ、ミスすることなくね、やっていくのが DeNA としては大事かなと。まあ、巨人もね、これ一回勝ってどういう雰囲気でね、明日のゼロのがかなり楽になったと思うんでね、まあ、明日もね、楽しんでいきましょう。どこよりも詳しい佐々木解説、明日もお楽しみに。それではまた。